部大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。ははっ。Yine bizim köyler kaşınıyor. Nobor 様に使えるのは幕府への奉仕に違いありません。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。のぼる様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。酔いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。あ、ここからや。申し訳ない、無限殿。 いえ構いませぬ。無限殿、あなたと琢磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへは行けないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。その…はて、誰じゃったか知りもせんが、お主へ。わしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。おことは影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ。昇る様、必ずや勝利をつかんでまいります。Evet, köyümüze geldik.
日田村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、隼人さん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。Bakın tutorial'da neler var. 村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたら。Azdan köylüler bizim yanımızdaymış. 酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。俺が敵の気をそらす。手裏剣が使える。待つのって大鳥の声。一日中起きてたからよ。うぬぼれるな。Buraya çıkabilir miyiz acaba? İçine girebiliyor musunuz? 俺にぴったりの仕事だ。今は優位に立っているわ。神道滅却。夜のこと。夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるわね。隠れてろ。光は避けて誰にも見つからないように。şunu gören var mı? Yok. Aa, bu var. Daha başta başlamaz böyle sıkışık gibi sarmış etrafımıza. Bunun çıkamıyor muyuz ya? Buralarda bir yerde. Bak buraya anlat.難しすぎる。ごめんね。こそこそした狐みたいに。karanlık olduğu için çok şey göremiyor. 楽しいわね。闇から闇へ。蛇みたい。素敵なね。嫌なサプライズでしょ。闇に隠れているのは急げ。消えてしまうぞ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。仕事だ。これほどの闇のことバッチリなのね。なんとお礼を言ったらいいのか。突入する。届かねえ。明かりは避けろ。闇を利用しろ。刀を使うか。どうぞ。シクラードの作品はできないで。闇を利用しろ。音が出るな。夜の刃刃が血を違っている。夜を利用するんだ。剣術、俺にぴったりの仕事。刀を使う。じゃあ、はい、あな。刃が血を欲しがっている。はい、見よっときね。水のように動け。夜を利用するんだ。俺にぴったり刀を使う。いや、デフォルトか。闇のごとく。静かに。行き道がないぞ。刀を使うか。いつでも準備ができる。闇を利用しろ。何もないぞ。突入する。夜を利用するんだ。刃が血を欲しがる。刀を使う。もういないぞ。俺にぴったりの仕事だ。剣術。水のように動け。見つからないようにね。誰もいらないんでしょう。俺が見えるか。道がないぞ。まるで夜の狼のごとく。
明かりは避けろ。水のように動け。闇を利用しろ。今の水のように動け。謎々かな。どこに行ったんだ。いい感じだ。見つけ次第攻撃だ。何もないぞ。夜を利用するんだ。追跡は得意じゃないのに。刃が血を欲しがっている。闇を利用しろ。刀を使うか。夜さっき死んだ。まるで夜の狼の闇を利用しろ。夜の刃だ。突入する。水のように動け。まるで夜の狼のごとく夜を利用するんだ。突入する。闇を利用しろ。刀を使うか。静けさだ私たちの。個人的な恨みはない。幕開けね。光は避けるのよ。密かに水のように動け。夜の刃いただくぞ。俺にぴったりの仕事だ。明かりは避けろ。用心深くね。視界が悪い。完璧だ。準備完了。静かに。神道滅却。Bir yanı söyledi oraya sağlam girerdik de. Bunları dinlememiz gerekiyor da. Her yer sarılı. Yok. いい感じだ。闇のごとく。無茶だ。夜の刃だ。明かりが消えた。誰か気づくはずだ。闇のごとく。闇を利用しろ。俺にぴったりの仕事だ。明かりがついていないなんて。手裏剣が使える。刃が血を欲しがっている。を呼べ。音を立てるな。夜を利用するんだ。まるで夜の狼のごとく。手裏剣を突っ込んだ。風を切る。やった。明かりは避けろ。手裏剣術。静かに。Buradaki espri arkadaşlar, ışık kapattığınız zaman gelip açmaya çalışıyorlar. Sorguluyorlar o durumu. O yüzden bundan istifade etmemiz gerekiyor. Biraz yardım alsak iyi olacak. うぬぼれるな。できるわよ。şu dikkatini çekebilir miyiz? Koso koso işte kitsune mi tay ni. Tori no koi. Nuki yashi. Kumo no su ni ashi o fumi ireru tte ne. Steki na melody.
Obrasını da kapıyorum. Yo, bayağı. するんだ。うまくいったわ。手裏剣が使える。水のように。雲の巣に足を踏み入れる。数よりも腕だ。闇の如く。闇を利用しろ。手裏剣を使う。kolayı varmış ne uğraşıyormuş. Şuriken が使える。夜を利用するんだ。便利だ。行かないの？私にもらってほしいって。赤い葉。そして朝の雪。静けさ。Sen niye oradan geldin? İç de mu cümbü ve dekti. Akari ve sakir o. Tamur indirmenin en azından bu üçlü tarafından tek kolay yolu maalesef silahla önce bir indireceksin sonra bir diğerle de vuracaksın. Yoksa öteki türlü olmuyor abiciğim. Anında harcıyor değil mi o? Haşet ediyor valla. Böyle bir yalakalım. Bunda ayar oldum. Bunu öldürmesek de olur ama. Şuriken jutsu. Sek. Yık. Sono yarikata de ikno wa. Amari kashikoi to wa yenna. Hayato-san. Moshikashite oyogenai to. バカを言うな。Evet, yeni açık ettik. Şimdi içeri sızmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Her yerde bir hatırsız var. Kıyafet neredeydi? Daha nerelerde? İnce bir kıyafet yok zaten. られないようにするのよ。いけないわね。ショーの始まりね。そうだね。そう、まるで夜の狼のごとく。静かに。音を立てるな。手裏剣が使える。ピストルが使える。俺にぴったりの仕事だ。リロード手裏剣を使おう。せっせっせっ準備しろ。やっ。夜の刃だ。水のように動け。狙いは外さない。頂戴する。音を立てな。闇手裏剣を使う。まだ時間がいる。風を切る。
奴らを見かけたか。Kayıda görmeyin, kusura bakmayın ama. Çünkü bazen geri dönmek gerekince epey gerilerden başlıyoruz. Bu arada bu işi kapatmak lazım ama nasıl kapatacağız? Yakalayabilirsiniz. Evet. これが見えるか。闇に隠れるのです。ゆっくりと闇から闇へ。準備いいわよ。仕事だ。明かりは避けよう。猫と鳥。今は計画実行中。Şimdi bu adamlar nasıl dinleyeceğiz? Şu tepeye çıkmamız lazım. Herkes buraya bakarken orayı nasıl sıkacaksın? Şunları da kurtarırsın var ama nasıl kurtaracağız? Baktık işe yaramadı. Ben gelen olur mu ya? Olur gibi. Şuriken 突入する。全員。Bu arada kamerayı ani değiştirdi fark etmişsiniz. Onu W ile yapıyorsun. Yani sıfırlama diyoruz ona. Normalde istediğiniz yöne Q ve E ile çevirdiğinizi düşünün. Ama V ile sıfırlayabiliyorsunuz. Kolaylık olmuş. Şurada bir çizgi var. Yami o liyo şiro. Şuriken o sıkao. Yami no goduk. Katana o sıkao. Yine yakalandık. Biraz sabırlı olmakta fayda var galiba. Buraya giremiyoruz. Tosunyu sürü. Hemen de görsen de. Nereden bir dalışalım? Şuriken が使える。Burada kim görebilecek? Şuriken o yayba ga chi o hoshigatte iru. Arigato gozaimasu. Ojin teki na urami wa nai. Önce bir çizgi. Ano otoko tachi. Anna koto shi you to shite ta nante. Wakaru. Wakaru wa. Aitsura kirai da. Dekiru koto shi you. Iku zo. Akari wa sakero. Yami no koto. Shoudai.
Öyle böyle biraz temizledik. Sake mi istiyorsun sen? Milyon olsa sake gösterirsin. Tamam. Kulaklığı koparacağız. Bunlar arkasında dolaşma olasılığı nedir? Şu varken zor. Denesek mi acaba? まるで夜の狼のごとく。二人の侍がいるだろう。何か面白いことを言うに違いない。バカみたいに突撃しましょうか。なんで喧嘩してるの？今聞くな、ユキ。音を立てるぞ。闇を利用しろ。音を立てるな。俺にぴったりの仕事だ。静かに。夜の刃だ。突入する。夜を利用するんだ。闇を利用しろ。Aferin. Hemen inseleniyoruz. Hinawa juu ga tsukaeru. Yami no gotoku. Tek tek çağırsak bizim ufaklıkta. Nukou kara wa mienai wa. Böyle olabilir. Koso koso to. Dekiru wa yo. Nande? Ölçelim şuraya kadar. Yanlışta bastık ama gelecek illaki. Gör sen de hemen. İyana sürpriz de şu. Vale nagara çoğdeki. Yoru ga içiban hatarki ya. No yoru goke. Yami o liyou shiro. Kore hodo no go shinsetsu ni. Yoru o liyou suru nda. Nanto ore o ittara ii no ka. Iyana sapuraizu de sho. Mitsukaranai you ni ne. Nezumi no. Iyana sapuraizu de sho. Sugoku. これほどのご親切に。嫌なサプライズでしょ。そう。静かにね。我ながら超敵。これほどのご親切に。明かりは敵だもん。なんとお礼を言ったらいいのか。死んでる。ちょっと待って。リロード。夜の刃。手裏剣が使える。刀。用意手に入れた。リロード中だ。俺にぴったりの仕事だ。イエイ、やった。抜き足。小刀さん、起きてよ。ネズミの簡単ね。やんなみたさ。コソコソした狐みたいにゆっくり。Hemen de görürler sağ olsun. Nezumi no ha, Ryu Bir kaos yaşandı ama biraz da olsa temizlendi. Stekina melodi.
ディ。行くわよ。Por toda a Daniels. Shizukani, né? Akari wa teki da mon. Junbi ii wa yo, tori no koe. Hebi mitai ni maiteru wa. Kumo doku melody. Ima no, kikoeta zo. Iku wa yo. Ima iku wa.いつでも準備はできて動け。音を立てるな。夜の闇だ。うまくいったわ。夜を。一日中起きてたからよ。Ne yapalım? Görev yerini mi değiştirelim? Bütün gün ayaktaymışsın.欲しいわね。私にもらってほしいって。準備完了。闇に隠れるのです。神道滅却。闇を利用しろ。突入する。闇のごとく剣術手裏剣を使う。せっせっせっ。闇に隠れているのは分かっている。明かりは攻撃されているぞ。上だ。あそこだ。静かに。くまなく探せ。夜の刃だ。水のように動け。まるで夜の狼のごとく。奇跡は得意じゃないのに。突入する。闇のごとく。危険は去った。音を立てるな。Buyur buradan yak.Başa döndük. Hinawaki が使える。リロード中だ。ピストルが使える。まだ準備はできていない。Bakalım yedek navicileri var mı? Ne kalmış?目立たないようにしましょう。視界が悪い。完璧だ。番犬いらんぞ。明かりは避けろ。先生。水のように動け。闇を利用しろ。夜の闇見たのかよ。Büyük bir psikopat da. Tam yerindeler. Alt tarafı dinlemeye çalışacağız. Kekak 実行中. Show の始まりね. 光は避けるのよ. 闇と一緒に動くの.幕開けね。準備完了。夜を利用するんだ。イエイ、やった。今行くわ。闇から闇へ。素敵なメロディー。ここ、罠さん、起きてね。んー、鳥の声。今の聞こえたぞ。我ながら上出来。
見つからないように。行くわよ。誰かいるのか？Yemiyorlar artık. もらうわね。素敵なメロディー。闇とともに。光は私たちの敵。闇を利用するのよ。終わらせてみせるわ。優雅な解決法ね。Evet almamız ne kadar zor. Burada da bir epey mücadele gerekiyor. Tekin'in siyasına hayranayように. Kizukarenay mama ne.火薬のせいよ。さしあし。蛇みたいに巻いてるわ。こそこそした狐みたいに。狐が狩り中よ、竜の叫び。明かりは敵だもん。ピストルさん、行くぞ。静かに。準備いいわよ。火薬のせい。ちょっと待って、リロード。柔らかいお辞儀、静かな意思表示ね。移動中よ。密かに。優雅な解決法ね。終わらせてみせるわ。待っても無駄だな。見られないようにするのよ。ショーの始まりね。ベロ止めちゃうよ、その。落ち着け、集中だ。夜の刃だ。闇を利用し、突入する。音を立てるな。いい感じだ。静かにね。今行くわ。Bak, dolmaz orada. 闇から闇へ。うぬぼれるな。水のように動け。便利だな。道は夜を利用するんだ。音を立てるな。手裏剣術。俺が敵の気をそらす。俺が見えるか。俺にぴったりの仕事だ。妙な音だ。幼児隠れの術。何でもないぞ。手裏剣が使う。音を立てるぞ。Bunu seviyorum. Beni taş attığınız zaman ben sindiriyorum arkam. Şuriken jutsu. Yoru ga ichiban hatarakki yasui. Owarasete miseru wa. Ait. Kizukarenai mama ne. Hikari wa sakeru no yo.Burada dinleyeceğimi düşünüyorum. Evet.
Arada çaymalısı vermek lazım. Hayda. Sanırım bunları iyice takip etmek lazım. Beyplen olalım.闇を利用しろ。突入する。手裏剣を使おう。夜の刃でしょ。あ、無料だ。音を立てるな。あれは何だ。水のように動け。Şimdi bir de alamet ettiklerler. Polise gireceğim.闇とともに時間は無敵の視野に入らないように計画実行中気づかれないままで闇を利用するのよ数よりも腕突入するどこかのアホが下に違いない闇を利用するのよ優雅な解決法ねうぬぼれるな闇のごとく柔らかいおじき光線中ベベスタフォラ光は避けるのよ闇と一緒に動くショーの始まりねアイガイレット気づかれないままで闇を早く隠れない。Anlaşıldı. Şunu da temizlememiz gerekiyor. いつでも準備はできている。用心深くね。優雅な解決法ね。待っても無駄だな。今は優位に立っているわ。移動中よ。単なるヘアピンね。幕開けね。ショーの始まりね。闇を利用するのよ。こっちじゃないわ。計画実行中。密かに。敵の視野に入らないように。気づかれないままで闇と一緒に動くの。終わらせてみせるわ。この情報は重大ね。安全なところへ移動して分かったことを話しましょう。光は避けるのよ。密かに。敵の視野に入らないように。それでもどうします。視界が悪い。完璧だ。私たちは明かりは敵だな。闇。闇から闇へ。静かにね。夜が私たちの味方よ。向こうからは見えないわ。そう。いい感じだ。まるで夜の狼のごとく。水のように動け。赤い。そして闇を利用するのよ。
終わらせてみせるわ。優雅な着地ね。計画実行中。行くぞ。みんないる？ここです。簡潔にな、ユキ。乙事大将自身がここにいるみたいね。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。同感よ。好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して、俺は影から。誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して。ハヤトさん、子供じみた遊びは終わった後にしましょう。闇と共に夜を利用。上から攻撃だ。夜の刃だ。そこには行けない。俺にぴったりの仕事だ。突入する。明かりは避けろ。闇のごとく。なんでしょ、ダブルダイエクサロ。闇を利用しろ。まるで夜の狼のごとく。夜の刃だ。待つのって退屈。今行くわ。柔らかれない。静かな意思表示。優雅な着地ね。はあ、面白そう。明かりをすり抜けてできるわよ。時間は無駄にしないで。見て、星が出てる。数よりも腕だ。そうだね、鳥の声。うん、素敵なメロディー。コソコソした狐みたい。カモフラージュにならないぞ。バッチリな罠ね。まずは売れるキャンチョコやらにおすい。誰もいらないんでしょ。キツネが狩り中よ。メロディ罠さん、起きてね。素敵なメロディ。嫌なサプライズでしょ。私にもらってほしいって。蛇みたいに鳥の声。素敵なメロディー。鳥の声。誰もいらないんでしょ。罠さん、メロディー。行くわよ。雲の巣に足を踏み入れるってね。見つからないようにね。静かにして。素敵なメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。うまくいったわ。私にもらってほしいって。仕事だ。夜を利用するんだ。手裏剣が使える。闇のごとく。こんな手がいかれます。おます。
簡単ね。夜の泥棒ね。鳥の声。ピストルさん。さあ残り一発よ。ちょっと待って。俺が見える。リロード。刃が血を欲しがっている。音を立てるな。Bu oyunda en çok samurayı indirmeyi seviyorum. En zorlar onlar çünkü. Pinçli bir işin var mı? Yok, bomboş. Zaten vurgu açık. Yoksa görürüz diye düşünüyorum. Tamam, sen görecek misin subay? Aha. Gördü valla, süper. Şiriken onu kullan. Mekan bulduk ama olsun. Başka da görünmez diye düşünüyorum. Keyfe bak. Şuraya çıkmamız lazım da nasıl çıkarız? Şu an en fazla ilk oda şeyimiz kalmış 3 tane. Buradan gidesin var ama oradan da çok bir şey yapamıyorsun ki. Şurada bir kuyu var. Başka bir yerle bağlantısı var mı? Ulan adam öldü. Başka yerde kuyu da görmedik. Arada gözden mi kaçtı? Sen ne yapıyorsun buralarda pey? Ben niye görmedim seni? Oradan tayin edilmişsindir. Kapı açmıyor mu? Bunca adamın önüne geçemeyiz çat diye. İyice sıkıştık. Biraz ortalık karıştırmanın zamanı geldi. Yanıt için yok.
手裏剣術突入する。追いつけたら得意じゃない。夜の森に水を置いて。今のは聞いた。夜を利用するんだ。音を立てるな。刀を使う。行き道がないぞ。そこにいるのは分かってるんだ。光は私たちの敵。そこに隠れているんだ。簡単に隠れられるわ。終わらせてみせるわ。かんざしよ。光は忍者の敵だ。闇のごとく。まるで夜の狼のごとく。頂戴する。俺にぴったりの仕事だ。突入する。ショーの始まりね。うぬぼれるな。静かに。夜の刃だ。音を立てるな。やった。闇のごとく。ここまで長かったな。満足したか？ええ、とっても。あなたの態度でもっと楽しくなるわ。ハヤト先生、どうして愛子さんに賛成しないの？俺が悪い先生だからだろう。出て他の者に知らせろ。上から攻撃するぞ。夜を利用するんだ。そこにいるのは分かってるんだ。なんかちゃったらしい。俺にぴったりの仕事だ。静かに。闇を利用しろ。Böyle kalıyor musun sen? Oto tadena. Yami no gotok. Koko made nagakatta na. Manzoku shita ga? Ee, tottemo. Anata no taido de motto tanoshiku naru wa. Hayato sensei, dou shite Aiko-san ni sansei shinai no? Ore ga warui sensei dakara daro.Bizim ufakla biraz düşünelim bari. Hayato sensei. Gerçi buraya çağırsak, burada düşürsek Merato'yla da indiririz. Şöyle bir ölçelim bakalım. Akari wa teki da mon. Yoru no dorobou ne.簡単ね。できるわよ。うん、ちゃんと動く。鳥の声。蛇みたい。メロディー、嫌なサプライズでしょ。光は忍者の敵だ。手裏剣が使える。明かりは手裏剣を使う。風を切る。バッチリな罠ね。水のように動け。いたる。まるで夜の狼のごとく。待つのって退屈。明かりをすり抜けもらうわ。まずいわ。準備いいわよ。闇と闇から突入する。ここで。静かにね。数よりも腕だ。用心深くね。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。幕開けね。終わらせてみせるわ。闇を利用するのよ。計画実行中。これで十分ね。と良くなるわね。そのだべ。それは素敵ね。決して譲りはしないんだな。Yeminle ödül gibi。
Şimdi bizim Aiko'ya çok iş düşüyor. Şöyle bir gel bakalım Aiko. Salın sonunda geçersin her yerde. Arada bir iki tane indiririz.敵の視野に入らないように光は避けるのよ。簡単に隠れられるわ。移動中よ、気づかれないままね。かんざしを見られないようにするのよ。単なるヘアピンね。勇気終わらせてみせるわ。かんざしを。 闇と一緒に動く。気づかれないままで。じゃあ。ラケットに入れるぞ、俺も。Bu sessiz halledebilmiş şuralarda. Bunlar geliyor. Olurmuş aslında şunlar gittikten sonra.敵の視野に入らないように。そんなの気にすると思うか。呼んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。単なるヘアピンね。 闇と一緒に動くの。光は避けるのよ。他社の荷物と安全の確認をしろ。天井、天井、行きます。 Eyvallah。移動中。サムライ var mı？Aynı samuraylar bizi görebiliyor。 Şurada bir tane var, şurada birkaç tane var. Bunları dinleyeceğiz zaten. Bunu nasıl indiririz? Rom altına geliyor mu? Evet. Burada kimseye zarar vermeye gerek yok. Bir sorguladı değil mi? Adamın kafasına bir şeyler düştü. Kütük düştü ya. 計画実行中。簡単に隠れられ。バダダで見よるじゃん。国葬から米、さらに牛をもらうぞ。確認しろ。 あの百姓ども、生きては降りませぬ。もし食いたければ、我々に加担するべきであったな。偉大なる影様の指令で、金沢の町を明日制圧する。部下にはよく食べてもらわぬとな。士官には、さらに食料をよこすように指導いたします。金沢城は将軍の憤怒に対する我らが砦。我らのものになれば、 影様から軍を率いて到着するまで持ちこたえる。 警戒を怠るな。
者が現れたんだ。百姓おっことと影様の計画が分かったわね。金沢昇様にすぐ伝えましょう。イカダを盗んで帰る。まだ間に合う。昇様の野営に同感だ。安全な川へと向かおう。二人ともようやくね。闇を利用するのよ。栄光と名誉か。光は避けるのよ。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。移動中よ。ひるむんじゃないぞ。優雅な解決法ね。ショーの始まりね。こそこそと猫と鳥見つからないようにね。ゆっくりと夜の泥棒ね。どうなってるんです。光は忍者の夜の刃だ。音を立てるな。夜を利用するんだ。水のように動け。闇に隠れるのです。我が刃は鋭い。待って。どうした。おっことを追って計画についてもっと知るべきだわ。内災として側近に紛れるわ。いい作戦だがあまりに危険だ。イカダに乗れ。遠くから追うぞ。近い山の頂上に隠れてそこから唇を読むつもりなのかしら。どうして二人とも。一人より二人でいた方がいいわ。いいえユキちゃん、どちらかが昇様に知らせに行く必要があるわ。愛子さん、私がするよ。これは急を要するし、子供の手に委ねるにはあまりにも重すぎるわ。子供じゃないよ。時間にたどり着くから。そうだな、この子に行かせよう。やむを得ないわ。でもこの連絡は本当に重要だから失敗は許されないわ。はい愛子さん。では行きましょう。